逆光じゃないですか。OK。とにかく暑いっていうか殺人級の暑さね、あっちゃんね。暑いです。暑いよね。走ってる時はいいけどね、止まると暑いよね。今ね、今もう汗がこうにじんできちゃうね、うん、で今日紹介するトライクは、かなり乗り心地が良くて特殊なんですけど、実際めちゃくちゃ大きいです。3メーター、まあ弱、2メーター90ありますから、かなり大きいです。で、幅も、1600ありますから、やはりね、160センチあるんで、一番トライクでも幅が広い方ですね。で、なっちゃん乗ってていいよ。俺は降りて説明するから。こちらね、ぶっちゃけ、塗装わかります？ハーレーって、4度塗りぐらいするんですよ。で、このライン入れるのにも、何回も、ライン入れちゃ塗る、ライン入れちゃ塗るなんですね。で、重ねていくんです。まあ、この、まあ、カウルとか、あとスカートとか、リアとか、まあ、塗装だけで、うん百万円ですよ。で、こちらね、1450のハーレーを、ベースに、まあね、某有名な、日本のトライク製作所で、製作したもので、後ろのね、こちらギアキット、まあちょっとカメラでは見づらいんですけども、リアキットが、独立サスペンションになってます。で、まあ独立サスペンションって言ってもピンキリなんですけども、かなり頑丈なみっちりした超有名なねところの、独立剣がなってますね、サスペンションね。ですから乗り心地どうだった、あっちゃん？乗り心地めちゃめちゃ揺れなくて、すごいスムーズに進んで、揺れがねほとんどね、コーナーでねこう切ってもね、揺れなかったら、あとまあ出足とかも全然、スムーズ、うん、スムーズよね、はい、今までで一番スムーズでした。スムーズだよね、はい、めちゃめちゃね俺確かにかなり高級なバイクだなって思いました、うん、やはりね、今ね、まあ巷では純正のトライクがかなり出回ってるんですけども、純正はねやはり棒のホーシングなんで、かなりね変な話、まあ気悪くしちゃう人もいるかもしれないけど、乗り心地はね良くない。で、やはりこういった独立サスペンションとか、このロングストローク、ホイールから、まあ、ホイールまでの、ストロークベースが長いものっていうのは、やはりコーナーも強いし乗り心地もいいし、なおかつ安定性もいいということで、まあハンドルも軽くなるっていうのもあるんですけど、でこちらね、後ろぐるっとカメラさん回ると、まあね、全くローダウンはしてないです。ローダウンはしてないんですけども、そのね、ちょうどいい独立サスペンションの、サスの、ショックアブソーバーのね、硬さにしてあります。硬くもなく、柔らかくもなく。で、この、ノーマルの車高です。で、こうぐるーっとくると、ノーマルの車高でこれだけ、幅が広くて、低重心になってるっていうことは、もうコーナリングでは、まあ、本当に車を運転してるのと一緒。車を運転してるのと一緒ぐらい疲れないし、楽ちん。で、ぐっと押すと、こちらね、トランクも開けてみましょう。トランクはここに、ね、ちょっと見場悪いですけど、まあ引っ張るとね開きますんで、こちらをね使ってください。そうするとまあやはりね、こういったツーリングでね、いろいろあちこちツーリングで、ね1泊2日泊まってくるっていう場合はね、ハーレーの場合は意外と荷物入れがね広くて、まあなおかつこの後ろのねリアトランクも大きいんで、
まあどこに、1泊2日で行こうがね、2泊3日で行こうが、楽ちん、荷物は入るっていうことですね。で、まあこれ書いちゃってありますけどね、メーカーね、まああんまり映さない方がいいかもしれない。で、まあ一流メーカー、トップメーカーなんですけども、でね、ホイールもね、これね、合わせホイールって言ってね、ホイールも1本ね、特注で作ってもらうやつで、だいたい1本8万円からになりますからね。このタイヤと合わせると、まあ、両方で20万円はいっちゃってますから。そうすると、塗装うん百万円、ホイールうん十万円、その他、カスタムに、まあ、1本うん百万円。っていう形で、もし、トライクピットがね、大体こちらの製品で、自分のハーレをトライクにしたいっていう場合は、400万円、まあ350万円から400万円で、受け負ってます。単車、持ち込みできるところであれば、単車なしで350万円から400万円。キットですね。で、スカートも入ってて。で、まあ、で、450なんですけども、まあ、トルクとか力は、まあ、全然 OK と。で、高速走行も楽ちんと。いうことで、興味があれば、セカンドライフコレクションの方にね、お声掛けください。で、次回からね、なっちゃん、うちのアシスタントとして、年中ね、お世話になりますんで、皆さんね、チャンネル登録、よろしくお願いしまーす。あと、なっちゃんの別チャンネルもちょっと制作しまーす。じゃあねー、バイバイ。で、出ていくまで、にしますか。あ、もちろんね、バックギアはちゃんとついてますから。スカート付きの場合は、バックギアがないと足でケンケンしてバックもちょっとね、ちょっと遠いってなっちゃうんでね、まあできないことはないんでしょうけど、まあ手でも動きますけどもね、バックギアちゃんとついてます。